お兄ちゃん、入るよ。今日も耳かきしに来ちゃった。そろそろかなーって思ってたでしょ。でもお兄ちゃん、ちょっと疲れた感じだね。最近いろいろあって大変だって言ってたもんね。本当にお疲れ様。今日は耳かきでたっぷり癒されてね。もう、遠慮なんてしなくていいんだよ。耳かきは私にとっても楽しいことなんだもん。だから、ね。膝枕してあげるから、どうぞ。どうかな？ちょっとは安心できたかな？緊張の溶けた優しい顔になってるよ。よかった。じゃあ、耳かき始めるね。気持ちよさそうでよかった。ちょっとでも緊張とか不安とかそういうのがなくなってくれたら嬉しいな。何か悩みとか心配事があるなら好きなだけ言ってね。私では力になれないかもしれないけど、でも人に話すだけで少しは気が紛れると思うから。大丈夫だよ。恥ずかしがらなくても。誰もお兄ちゃんが情けないだなんて思わないよ。むしろ今のままの方がずっと心配で辛いもん。いろいろと大変なことも不安に思うこともあるよね。そういうものだよ。きっと誰でも、どんなに偉い人でも優秀な人でも同じように悩んでるよ。だから自分がダメとかそういうふうに思わなくていいんだよ。
た。でも本当にそう思ってるんだからね。お兄ちゃんの妹でよかったって本当にそう思うんだもん。今までお兄ちゃんを頼ってきたんだから、今度はお兄ちゃんが私を頼ってよ。いろいろ大変かもしれないけど、私はずっと応援してるからね。だから一人でいて不安な時も私のこと思い出してくれると嬉しいな。本当はいつだってどこだってお兄ちゃんと一緒にいたいんだけどね。
ちの耳かきはおしまいにしよっか。大丈夫、またいつでもしてあげるからね。はい、じゃあおしまい。お疲れ様でした、お兄ちゃん。気持ちよさそうないいお顔。お兄ちゃんはその表情が一番素敵だよ。だからできるだけずっと笑っていてね。はい、じゃあ今度はこっちの耳かきをしていくよ。表情に元気が戻ってきて、私も嬉しいな。どうせ耳かきするなら、いっぱい喜んでほしいもん。つまらなくなんかないもん。本当、お兄ちゃんって優しくて素敵だな。今度は逆に私の心配事？私の方は特にないよ。お兄ちゃんが元気な顔でいてくれたらそれが一番だからこそ、お兄ちゃんの力になってあげたいんだ。お兄ちゃんが疲れてると私も落ち込んじゃうからね。そうだよ。だからこうやって耳かきで気持ちよくなってふにゃーって顔をして私に甘えてくれるのが一番幸せ。
私は別に情けないなんて思ってないからね。むしろお兄ちゃんはお兄ちゃんだからって我慢しすぎだと思うよ。他の人はなんて言うか知らないけど、私はもっとお兄ちゃんに頼ってほしいもん。年上が年下を頼っちゃいけないとか、そういうのってないでしょ。だって、助け合っていくのが家族だし、友達関係やお仕事だってそう。誰も一人じゃ何もかもできるわけじゃないんだもん。助けてもらうのは悪いことでも、かっこ悪いことでもないんだよ。それでいいんだよ。しっかりと頼って任せてくれた方がむしろ嬉しいぐらいだもん。ああ、私お兄ちゃんに信頼されてるんだなーってね。私に何でも任せてね。少なくともお兄ちゃんの耳かきはもうバッチリでプロ級だもん。気持ちいいよね。そうやって笑顔でいてくれるのが一番。それでこそお兄ちゃんだよ。だからお兄ちゃんが笑顔でいられるお手伝いいっぱいさせてね。よし、それじゃあここからは仕上げの耳かきしちゃうね。気持ちよくなりすぎちゃってびっくりしないでね。心を込めて耳かきするの一番好きなんだよ。
ちゃんを癒して支えてあげられてるんだって思うとね、胸がドキドキするの。ちょっと、もっともっと、にらーって、笑顔になるまでしちゃうよ。お兄ちゃん、もうすっかりふにゃふにゃないい顔になっちゃったね。私の声、バッチリ聞こえてるかな？すっごくよく聞こえてるみたいだね。お兄ちゃん、本当にお疲れ様。ちょっとはお兄ちゃんのお役に立てたかな。最高？そっか、嬉しいな。それじゃあお兄ちゃん、もう耳かきはこれでおしまいだけど、もうしばらくこうして膝枕してよっか。大丈夫だよ、しびれたりしないもん。むしろお兄ちゃんの体温を感じられて嬉しいな。それにこうやって膝枕をしてるだけでなんとなく安心できるでしょ。だからこのままもうしばらくね。なんかこうしてると恋人みたいだね。ほら、公園とかにデートできてベンチとか木陰で彼女が膝枕をしてあげてる感じ。そう思うと膝枕ってちょっとドキドキだね。お兄ちゃんも顔赤くしてる。いいよ、今日だけは私が一日彼女で。膝枕でゆっくり休んで身も心も癒されてね。もう眠そうだね。いいよ、このまま寝てくれても。大丈夫、大丈夫。迷惑なんかじゃないよ。私もこのまま
寝ちゃいそうだもん。お兄ちゃんが安心した顔になってくれたから、私まで安心しちゃったもん。そう、それでいいよ。優しく目をつむって、落ち着いて。ね。本当。